はいはい、フィジカルフィジカル。どうも、はじめまして、バンプです。はいね、さっきのね、動画見てもらえましたでしょうか。はい。ってことでね、亡命時の弾は、肉ダメが85ということで、めちゃくちゃダメージ高いのよ。なんで、こいつ弱い弱いって言われてんだけど、この 5.56 の弾の中で一番強いんだよね。うん、肉ダメが。うん、ちなみに肉ダメがね。うん。だから、レックメタでいけるんじゃねえのか。っていうね、僕の推測、あって。ちょっとね、それを検証していこうかという。みんなにね、ウォーメージを救ってほしい。俺はね、自分の中でウォーメージめっちゃ強いと思ってるから、これで PMC いっぱい倒してってやろうと思ってます。でね、まあ、5.56mm で一番レートが速いって言ったら、まあ、HK なんで、はい、今回 HK を使っていこうと思います。はい。もったいないとかね、この武器を使って、なんかこの弾使ってもったいないとか言うけど、まあね、言うとは思うんですけど、っていうか思う人はいっぱいいるんですけど、まあね、そんなの知らねえよ。この強さを見してやろうじゃねえかっていうね、M995 より強いってことをね、証明していきます。はい。それでは、レッツゴーということで、はい。行ってきます。はい。今回行くマップとしては、カスタムスです。はい。そのカスタムの、マップへ俺たちいろんな PMC を倒していこうと思います。はい。ウォーメイジの強さを思い知れということでね。はい。アーマーをきれいにね、確保していきたいと思います。はい。さあ、まずは赤倉庫の敵を倒していく。ここら辺からでも出てくるはずなんだよね。さあ、いるか。わかんねえな。ん？なんか音するぞ。え？待って、なんか音する。え？おい。え？どこ？え？どこいんの？なんか音聞こえたよ。え、こう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 。罠の。両へ、こんにちは。なんかいるね。スカブだ。バリバリ。あっぶねえ。マジ？誰もいなかった。待って、ビームシグンだ。2パー、オッケーオッケーオッケー、やっと PMC 台だ。どこ行った？はいはい、フィジカルフィジカル。もう一匹いる。一人飛んだ、初めのくらいで一人飛んだのかな。そして、二人目が今死んだ。どうなんやろ。俺が横切った時に、撃ってこなかったから、
あ、いるわ。よし、コブ殿。いや、ワンチャンこれで終わりだな。オッケー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 。もう一人もグリで飛んだんじゃないのかな。いや、グリで飛んでない。あ、飛んでる飛んでる飛んでる。うわはは、決めてる。グレー飛んでるわ。ナイス。15レベル。あー、初心者2人組だったのか。申し訳ねえな。オッケー、ジェジェイ。ってことで、今回は、余裕。さあ、次のレイドへ来ました。まあ、さっきのはね、まあ、敵がレベル低かったっていうのもあるし、まあね、ちょっと戦い方がね、まあ、グレーで倒してるのもあったから、ちょっとね、もうちょっと戦ってみようかなと思います。このウォーメイジのね、強さをもっとね、見せていけたらなと思っております。え、動くないの？スカブだ。スカブー。強っ。これが、あ、でも開いてる。待って、目の前で。多分結構与えてる。PMC 見失った。あぶねえ、そんなとこ。ふぅ。オッケーオッケー。20レベル。そんな。ちなみにさ、ここ、筋力がある程度あると、ジャンプで乗り越えれるらしい。ほら、すごくない？ってことで、2レイド目終了。はい。ってことで、まあ、なんか PMC いないんで、ちょっとファクトリーに来ました。はい。まあ、この強さを見せていけたらなと思います。ね、スカブに対しても、えぐ強。ナイパーがなんかいたのか。ライフパーでもいたんか。Hey, wanna cooperate? Got a proposition. え、俺何をやってんこれ。え、何やこれ。